皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は裾野高校の学校裁量枠についてお話しします。裾野高校というのは総合学科の高校なんです。総合学科っていうのは普通科でも専門学科でもない第三の学科、このように言われています。学習の取り方がちょっと違っています。必須科目は他の高校と同じように取るんですけれど、選択科目、これは一人一人の進路に合わせた豊富な選択科目の中から自分に必要だと思うもの、ね、自分の学習に必要だと思う科目、これを選んで学習することができると、そういう学校なんですね。それから説明の中で学校側のどんな生徒を育てたいかというのがひしひしと伝わってきました。それは地元で活躍できる人材、これを育てたいと、ね、こういうのが学校の気持ちだというのが伝わってきたんですね。ではこの裁量枠、何があるかというと、学校裁量枠1は体育的活動で約定員の 30% 取ります。次は2番学科への適性、これで 5% 取ります。学科への適性というのは地域貢献活動、このようになります。3は中学校における学習、これで 15% ですから、裁量枠で半数の 50% を取るということになります。では次にこの学科への適性についてお話しします。学科への適性の審査は、学力検査及び面接の結果に問題がないもの、ね、問題がなかった人、こういう人を対象に行うそうです。検査は作文になります。内容はボランティアなどの地域貢献活動における実績、関心、活動意欲、これを題材にするそうですけれど、正式には11月の中旬に発表する、公表すると言っているので、もう少しで発表されると思います。時間は60分で、作文の量ですね、文字数は800字以内、このようになっています。そして学科への適性でこれ合格した場合、ね、裁量枠で合格した場合、こんなことをします。1番は地域学等のキャリア教育の企画と運営、2つ目は校内有志団体リングの活動で、3つ目が裾野市との地域連携、活動、このようなものを主にですね、まだ他にもあるんですけど、このようなものを主に行う、と言っていました。それから12月の頭くらいに、説明会と相談会があるというので、興味のある方はそちらに参加してみてはどうでしょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。